いやちょいよ、ライドンです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、このこれをやっていきたいと思います。ごめんなさい。もう BO5 やっていきたいと思います。この今日はねやってもらうのはアークラープっていう選手ですね。でこの人はイモータルにずっと初期からいる人で、イモータルってね言わずと知れたロイヤル選手のチームなんですけど、まあラポカチとかね、ロイヤルとかザゴットとかね、あそこら辺のイカチーメンツがねたくさんいるチームなんですけど、そこにねずーっといるね実力を持ってる人で、常にその大会成績では上位にいて、その理由もねやっぱ 2v2 とかも強いんですけど、やっぱね 1v1 もね強いんでね、その人と BO3 を BO5 をやっていきたいと思います。とりあえず BO5OK と、ちょっとねここら辺で上で、三重子やらスパーキーやらをね使ってるんでね、そこら辺はねちょっと見られちゃってるかなって感じなんですけどね、まあ良きでしょうという感じで、とりあえずは大丈夫かな、 OK と。まあインしてる感じらしいので、とりあえず最初は何使おうかな。この人もねデッキがねやべえイメージがあるんですよ。そうなんで最初は無難に、何にでも無難に立ち回れる、まあペッカですね。ペッカでいいかな。うん、俺のプロフィール何になってんだろう。あ、ジャイ、なるほど、謎説。まあペッカでいこうかなと思います。ということでいきましょう。よいしょ、 OK。 おインが少なくなった。何ちょっと待ってね。まあすぐに来るでしょうという感じなんですけど、まあ多分ねインしてくると思うんでね、まあ若干の雑談を挟みつつ、多分今じゃないのかなと思って下がっちゃったのかな。ワンチャンそうかもしんない。お、インした。来たよ。デッキ引っ張ってきたのかな、ワンチャン。もう俺もね、イエス。もう貼ってあるんでね。とりあえずペッカ工場でどんなデッキを使うのか様子見。で、このアークラップって選手なんですけど、めちゃくちゃね、変態デッキを使うラット族ですね。圧倒的ラット族なんですけど、なんかもうゴレスパーキーとかね、そういうデッキを使う人ですね。で、基本的には大型が得意ってイメージがありますね。よろしくと。とりあえず、ラバか。ラバか、なるほどね。俺が嫌いなデッキだな。ラバクローンかな。うん、ラバクローンですね。ベビドラ来たら面倒だな、だいぶ。OK。まあ、ベビドラとホバぐらいしかいないんでね、ここで。これ多分逆サイホバ強要なんですよね。はいはいはい。まあこれ雪玉が来ると思うので逆サイに投げていきます。ファイボえぐ出たよ。またそういうデッキ使うじゃん。でこのホバとどっちもね許容していこうかなと思います。で次来た時には相手の後衛が多分雪玉がファイボになってんのかな。だから次にケツラバ来た時に逆サイホバ強要もされないん でコウモリも相手切ったんで左ケツペッカーでいこうかなと思います。よいしょ。左ケツペッカーで行ってラバ、これでラバが来るんだな、きっと。だから、ゴーストをつけて、ラバ来るよな、多分、さすがに。お？なるほどね。まあ、これ別に死んでもいいんで、よいしょ。オッケーオッケー。はいはいはい。こんな感じで。やばい、でも、これあれだわ。さすがにいける？いけねえ、全然いけねえ。なんでザップ使った俺。まぬけかよ、マジで。最悪だわ。最悪。マジで最悪。うわ、最悪だ。うわー、最悪すぎる。何してんだ、俺。マジで。しかもこれ絶対守られるよな。
まあいいか。でもこれはこれで突き網で、オッケーオッケー、オッケー、いいよ。これはだいぶいくと思う。あーやばい、ちょっと待って、これクローン来たら終わるな。だからランバーが来そう。やばい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 、やめろよマジで。ここでザップ使ったのがあれでしたね。この、あそこでザップを使わないで、別に折られてもいいから、逆サイにザップ温存しとけば、っていう話をね、してたのに。してたのに、もう、スキャミにザップ打つだけで終わりですねっていう話をしてたのに。最悪だな、マジで。なんならあそこ、右折ったところに後ろにエレキつけるだけで、なんなら3くらいいけてた説もあるしな。もったいねー。くっそ最悪だわ。ちょっと待って、もう一回行こうかな。いや、待て。で、ラバがないと仮定して、これがのデッキがラバに、いや、でも待てよ。次、ちょっと読まれそうだな。これ怖えんだけど、普通に。どうしようかな。プリンス神器とか使ってみようかな。なんとなく。鬼なんとなくですけどね。プリンス神器は、ちょっとユニット系には強いイメージがあるので、プリンス神器を使っていこうかなと思います。はい。逆に建物系をね、あまり使わないイメージがあるんですよね、このアクラップっていう選手が。そう。まあ、一時期、その、インフェアナポイ、インフェイ、プリンスアナポイが流行ってた時に、若干使ったんですけど、まあ、言うて、そんなに使ってないのかなっていうイメージはありますね。なんで、ここで、サンガオとあと、なんだっけ、プリンスか。はい、OK ですね。まあ。チュッチュチュッチュしていってね。そのスタンプ持ってね。えい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 と。どうしようかな。やばい、一本目取られた。焦るな、さすがに。いや、くっそ。くっそ。とりあえずアイゴレで動いていきます。まあ、やっぱ大型使いなんでね。やっぱ基本待ちから入るのかなっていう。あー、めんどーい。よいしょ。ドゥン。オッケー。まあここはね、別に入ってもいいから許容していこうかなと思います。雪玉とかは使わずにね。お、いいんじゃない。これなんか入る気がするんで雪玉打っておきます。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい。オッケー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 。で、相手は何枚使ったかな。アイゴレまで使ったので、ここは、逆に、オッケーオッケー。全然いい、全然いい。これで、何かしらをね、引き出せると思うので、ケツプリンス。でもしこれで、こっちにラム合わせてくる可能性があるんですよね。そうそうそう。なんで、その時はその時ですね。えいえいえいと。お。まあ、これも許容してあげて、カウンターですね。バッチコリカウンター決めていきたいと思います。で、こっちには3が5だけで抑えますね。なんで、ここは工場とか足さないです。3が5だけ。よいしょ。で、ここに、あれを、小屋を使ったってことはね、それすなわち、次の工場が止まらないってことなんで。いやー、それは痛い。よいしょ。とりあえずプリンス合わせますね。そう、ユーノにプリンス合わせるのってめちゃくちゃ有効で、なんでかっていうと、そのユーノでしかね、プリンスを受けれなかったりするんですよ、この手のデッキは。なんで、やば、デッキがやべえんだって、マジで。ここら辺でね、ちょっとファイブを打って、あ、やばい、入ってない。OK。降りましたよと。まあ、雪玉しかなさそうな顔はしているので、はい。やばいやばいやば、鬼遅延かけてくれ。挟みます。デッキがやべえ。
やばすぎるだろ。ミラーか。めっちゃ楽しんでる。待って、あのさ、相手がこういうデッキ使い始めるとさ、俺もなんか使わなきゃいけないのかなみたいなさ、気持ちになるんだけどさ、めっちゃガチのデッキ使ってんだけど、俺だけ。まあ、そういうもんだよな。そういうもんだよな。じゃあ、俺もちょっとふざけようかな。っていう時に限って相手が鬼ガチで来るかもしれないんだけど。あれ使う、俺。スパ、でもこれ負けたくね。絶対負けたくない。あれ使います、俺。あのね、ちょっと待ってね。保存した気がするんだよな。うわ、してねえ。してねえじゃん。ちょっと待って。ちょっと待ってね。こっちに多分保存したわ。してない。うわー、マジか。だって、キョスケ。ちょっと待ってね。もう申請出してる。早いんだよな。早いんだよな、マジで。ちょっと待って。ウェイトって言っとこう。今言う。この口で言う、ウェイトって。ランバーがなかって、ちょっと待ってよ。早い。早くてさ、焦るんだな、マジで。キョスケクローンを使いたいんだけど。俺、クローンね、地味お気に入りなんでね。あ、中身が覚えてねえ。ホバがいたな。ホバどこだよ。ホバ、取るね。で、オーブンでしょ？オーブンがあって、あと2枚なんだっけな。これネクロはいた。絶対にネクロはいたんだよ。ネクロはいて、あと1枚なんだっけこれ。なんか空だった気がする。コウモリかスケバレがあったんだよな。スケバレだったな、確か。スケバレだった。よし、これでいこう。エグ変態デッキでいきたいと思います。この時に相手がガチできたら面白いっすよね。まあ一回勝ったんでね、ふざけようと思います。これでもダニさんが誰だっけな、天狗とボコボコにしたデッキかな、これ多分。前のね、ファブゲーミング主催のオフ会的なので、ダニさんが天狗とボコボコにしたやつですね。この天ゴッドの二次災害はおかしいわ。どうしよう。まあこれオーブン死んでもいいかな。もう邪魔くさいんで。でムートつけて。オッケー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 。でクローンつけとくだけで多分ね、鬱陶しいんで。オッケーオッケー、いいよ。あー、でもいい受けされる、めちゃくちゃ。まあ雪のままスケゴブゴリ、相手ちょっとデッキガチっぽい説ありますね。オッケーオッケー、これを受けていいから、もう一回オーブン立てていきます。はいはい、よいしょ。次は受けていこうかな。ダクプリか。まあ言うて溶かせそうな気はするけどね。いやー、めんどいな、あれが、やつらが。でもあっちの方が絶対めんどいはずなんでね。あっちの方が面倒って言ってるから、絶対。キョスケ、ケツキョスケ合わせてあげることによって、マスケに何もつなげらんないっていう。いけ、おう、マジ？できるやん。やることないな、さては。これ何なんだろうな、呪文。あ、ポイズンかい！まあ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 。いいよ。ポイズンだったんで、ポイズン食らわなそうなやつにしたいなと思います。お、マスケぶち抜いてる。やるやん。 OK、 いいよ。いいクローン、いいクローンからの
これ何にも出せない。オッケー、めっちゃいい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 、きたきたきた、よっしゃやったー、はい、ありがとう。ってことでですね、無事勝てました。今回結構真面目なデッキ使ってきたの。なんか最初にデッキが全部、あ違う、 BO5 だ、 BO5 だったわ。そうだそうだそうだ。なので次もう一回で、相手が次ふざける可能性がちょっとあるんで、俺勝ちでいこうかな。なんかクローン系来るところを三十字でバリバリに潰しに行こうかな。ってことで三十字でいきたいと思います。よいしょ、よろしくと。ここでね、多分ゴレクローンかラバクローンかそこら辺が来るような気がするんですよね。大型呪文なし系の。なんでそこをエリポン三重視でボコボコにしに行こうかなと思います。相手が遊んできたところをね。リガー。ババー、めんどくせーババは違う。ね、どうしよう、これ。戦闘だけ釣れない。オッケーオッケーオッケー。やべえよ。やべえよ。もうなんで遊んでき、ラバじゃん。これラバじゃん。ラバじゃん。あ、でもめっちゃエリ使った。これ多分ファイボじゃないと思う。雪玉だけだった気がするんだよな、このラバ。なんで、とりあえずちょっと許容するけど、結構入っちゃうな。ちょっと許容するけどのレベルじゃなかったけど。まあ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 。感じで、今相手ババとか使って結構受け少ないと思うんで。オッケー、いいですね。なんかあんのかな、受け。オッケーオッケー。これ絶対エリないんで、墓石のエリすらないと思う。では墓石がもし来たらザップ打てばいいから。オッケー。で、こっちは一発食らっちゃうけど許容します。こっちの方が絶対大ダメージ入るんでね。オッケー。そう、メガゴ一発になったから無視できるようになったんですよね。これがでかい。で、相手は雪玉だけのラバだと思うんで、ここでケツラバ展開で一本折りに来る感じだと思うんですよね。だから、それはもう承知の上で、ワンチャンその攻撃してこない方にポンポン置きたいんですよね。OK、OK、OK。こっち多分、ラバ出してからの秒殺ベビドラが来そうな気がするんで、来ない。なるほど。それは美味しいな。え？あ、ベビドラですね。うん、で、ね。オッケー、これでまあ、オッケーオッケー、耐えた耐えた。リガーかい。いいよ、殴れ殴れ。あー、まあいいやいいやいや、こっちもリガーだからな。言うても、いいよ。いいね。でもこっちがやばい。結構やばい。やばい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 やばくね？やばくね？やばくね？ちょ待って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 。やばい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 。あー、なんでなんでそうなるの？ザップでホバだけタゲ取んないとダメだったの。後ろにアイゴレ出してからザップ打たないと今のはダメだったっすね。最悪だわ。うわ。また鬼いい炎症で持ってかれた。最悪。いや、マジかよ。もう、なえる。なえるわ、これ。これさ、ちょっとね、地味に回転遅いから、あれなんですよね。たまに、ホバとか、ベビドラとか、バルーンとかに、ボコられるんですよね、その。2枚しかないんで。で、雪玉でもないから、もう一回30子いこうかな。リベンジ30子。くっそー、マジかよー、なんなんだよ、マジで。ナイルは、ガンナイ、ガンナイ。とりあえず、ディガー説は、ありよりのあり。はい。ムーター。ババとかめっちゃ入れてきてたな。ババめんどいな。はい、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 うわっ。
絶対デキパクってきてるやん、これ。絶対俺のデキパクってきてる。わかる。あのデッキ面白そうだなーっつってパクってきてるもんね、間違いなく。もうわかるもん。パクっとるやんけ。やるなっつって。まあまあ、これはどうせこっちにホバ、あ、違う、ミスった。言うのじゃない、俺が足したいのは。あ、でもこれ相手キョスケ出す襟ないから、オッケーオッケー、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。頼むからオーブン出んな、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 出んな、出んな、出んな、まだ出んな。オッケー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 。リベンジ決まりそうですね、これは。怖いんだよな、でも端前奇襲があるから。オッケーオッケーオッケー。ディガーなかったんで、ベビドラもないんで、ネクロが来るか、ここで。はいはいはい。やばい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 、死ぬ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 って、死んでもうた。あー、切れそう。ネクロこっちに出してほしいな、普通に。あー、これあれか、なあ、マジかよ。ミスったミスった。ああ、やばい、それはやばい。やめろ、やめろ、やめろ、やめてくれ、やめてくれ。マジかよ、これ。最悪だわ。負けた。マジで？いや、なんか終盤からの動き上手くなかったかな。マジかよ、もう、なんで？なんで？やばい、あそこ無駄なザップ1本捨てなきゃいけなかったな、あれ。ケツから三重子出して1本捨てなきゃいけなかったわ。あー、もったいない。ザー神相性引きまくったのに全部落としたわ、三重子で。もったいない、なんで。あー、これもう負けだよな。 OK。 あー、マジかよ。なーくそー。あー、もうなんで。後日 YouTube に上がりますと。ああ、ああ、 of course。 OK ってことで、今日の動画はね、この辺で終わりたいと思います。めっちゃあちあちの勝負繰り広げたけど、最後完全にデッキをパクられた。あ、でもワンチャン並びが違うんで、そう、見て真似したって可能性もあるけど、この人もともと変態だから、このデッキを用意してたっていう説ありますね。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、BO5 シリーズ結構好評なんでね、BO3、BO5 シリーズね、やっていこうかなと思うんでね、もしね、良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで今日はこの辺で終わります。バイバイ。